はい、133回目。今日ぴったりだった。ぴったりだった。今日はあやちゃんですよ。はい、怒りのあやちゃん。怒りのあやちゃん出すんですか。いやいや、そんなことはないけど、世の中への怒りがね。そう。まあ昨今の、はい、話題の話はまあ話さずにいきましょうか。そうですね。みんな分かってますからね。そうやね。まあ、スタジオの方は忙しいね。なんか見とったらね。あ、そうなんですか。うん、人いろいろ来んねんけどね。寂しくなってるところは本当に気の毒なくらい飲み屋さんなんか行ってないね。なんかその辺がね、かわいそうだなと。なかなかね今大変な時ですから ね、 みんなね、まあそれはそれとして、はい、最近ライブはなんで私も一応3月のライブは飛んでしまって、うん、なんでいつ一本何のどこの今日の予定だったんですけど。ああそう、実はああトリビのね、こう喋ってるね、あれです、あの徳之島の遠征のライブがあったんですけ ど、うん、まあちょっと残念ながらね、このご時世なんで。徳之島って、はい、島です。すごい余裕っぴん行ってみたいんだけどね。あ、水野さん行ったことない？ない。私もないんですけど、いやだからすごい楽しみにしてたんですけど、あのね、島関係はねないんだわ。え、どこ行ったことあります？島関係とか島っぽいところ。島っぽいところってどこだろう。大阪なんでみんな淡路島行くよね。あ、一番、そっかそっか。 それでね、小豆島。小豆島、うん、こまめって書くところですか。そう。それとね、それぐらいか。終わった。終わりましたね。え、でも佐渡行ってないね。佐渡島。でも佐渡島ってなかなか行かなくないですか。新潟の方ですよね。それがね、佐渡島出身のローディー頼んどった。そうなんですか。彼がね、佐渡出身でしたね。でね、だしを、はい、だし、田舎帰ってきたんで、だし、だしのトビウオのだし、そういうのを持ってきてくれる。トビウオのだし。美味しいんですか。いや、わからない。わからない。俺ね、そうそうそう。俺今までそのまあポンタボックスからね、はい、ちょうどその時に近藤房之助もやってたから、意外と今でいう大名ツアーっていうやつだね。行けばその接待してくれるという。ああ、なるほど、うん。それで向こう行くと、そう三日間それやったら死ぬぞっていうぐらいのご馳走でしょ。もういや、もう本当にね、体に悪い。逆にご馳走はね、ご馳走すぎて毎日食べるとダメやね。あ、まあ、死ぬね。そうですね。それでね、いろんな食べ物を三大珍味ですか。はい、三大珍味ってあるんですよ。はい、なんかがもうなんかまた写真貼っときます。それね、食べてね、全部覚えてないね。え、本当やね。もったいない、覚えてないですか。俺ね、食べ物はね、はい、俺の好きなもんっていうのはね、うん、ハンバーグでしょ。あ、いいですね、いいですね。カレーライスでしょ、もう子供も欲しいもんばっかり。そうですね、小学校の男の子が言うような流れの。それでね、接待しがいがないとよく、あ、いっぺんな、オホーツクの、はい、オホーツク海の網走ライブ行ったんです。網走、はい、ライブ行ってね、公民館か。網走の公民館でやったんですか。それのね、食堂ってあるね、公民館の食堂あるでしょ。あそこでね、はい、今までの最強のね、スペシャルメニューっていうの。何ですか、何ですか、スペシャルセットいうの。これ食堂のスペシャルセット。そう。それがね、カレーライス、はい、あれでしょ、うん、カレーライスにラーメン、え、ラーメンついてんね、もう一つついてん、何や、もうカレーライス、ラーメン、チャーハン、寿司、俺はメニューにスペシャルセットってなるね。ちょっと待ってください、何々そのラインナップ。それで見た時にこれは食べとかな、はい、俺食べたくなかったよ。まあカレーやったら食べれるかなという。それでも分かってて注文したんですよね。そう、もうそれネタになるもん。すごいですね。メインどれですか、メイン。メインはね、全部メインやね。そうしたらね、やっぱりね、
三択でしょ。はい。三択で全部取る。三択っていうか来てますからね。もう選べないですよ。二つまでは口が追いついたんですか。追いついかもう対応できたね。はい。3つになるとね、分からんようなんね。味がですか。味っていうのも吐きそうなんね。単純にそうや、カレーライスはね普通のカレーですよ。それけどカレー味やから、いやいやカレー味じゃない嫌ですよ。カレーはそれでラーメンってね、はい、喉をかぶラーメンって、ああラーメンやと、まあそこそこ、はい、うまいんですが、寿司がね、はい、どのタイミングで行けばいいのか、隙間を塗ってこの寿司が来るのかって分からなかったね。カレー食べた後に寿司はちょっと味分からないですよね、うん、あれは未だにネタにしますよ。すごいなと思う。今日もネタに出てきました。もうスペシャルセットですよ。スペシャルセットすごいですね。絶対どこの食堂も真似したくないという。忘れないですね。すごい。ちなみにそれは安いんですか。いやそれなりに高かった。あ、それなりにやっぱするんですね。あの当時10年ぐらい前ですけどね、1000円近かったんじゃないかな。公民館の食堂で1000円近いのすごい高いからね。でも1000円超えないんですね。超えてなかったと思う。ああ、うん、じゃあまあまあ超えとっても頼んでたけどね俺。これはネタのためにすごいネタやろ、組み合わせですね。なかなかそれ組み合わせてる食堂見たことないです、うん、食べんでもいいと思うけどね。そうね、ちょっと無理かな。なんか変な食べ物って今まである？変な食べ物、急に食べ物の話になってきたけど、変な食べ物を食べたことってことですか、うん、あるかな。でも私なんだろう、変な食べ物、うん、ツアー行ってるようで、行ってない、行ってるけど、ツアーはそうですね、だから結局昔バンド時代に1回するっとね、うん、回らせてもらったぐらいなんで、その時の食べ物の記憶はあんまなくて、しかも忙しかったんですよ。なんか当時もう本当にそんな別に駆け出しのバンドなんで、うん、結構もうはい次はい次みたいな、もう帰るよみたいな感じだったんで、食べ物をゆっくり食べてるようなところは少なかったんで、うんうん、まあ、何箇所かしか覚えてないのと、うん、あとまだね19歳とかだったんで、食にそこまで興味がなかったんですよ。ないよな。今となったらね、すごい食べ物楽しみたいなっていう気持ちは出てきちゃったんですけど、10代でねこの珍味を味わってたらダメでしょ。そうなんですよ、ちょっと珍味は分かんないですね、うん、でもあれキャビアは食べたことあります。あ、まあキャビアはな、なんか俺塩っぽい、美味しいかなんかよく分からんのよ。だから何かに合わせて初めて良いやつなんでしょうね、うん、きっと。俺大抵のもんは食べてますよ、豪華なもん。なんだろう豪華なもん、うん、いっぺんね、これ喋れるな。何ですか喋れるやつお願いします。アザブの方にね、はい、これ知ってる人は知ってるかも、うん、値段が書いてないワイン専門店、おそれにね、ある人に連れてってもらったことある、うんうんうん、怖いね。怖いですね。俺が払うわけじゃないねんけど。それでもちょっとなんかね、一般市民にはダメやね、ああいうとこ。心臓に悪いですか。心臓に悪いね。何頼んだんですか。なんかワインやねんけど、うん、帰りがけ1万円札何十枚も出しましたよ。キャッシュの人なんですよ。キャッシュなんですね、うん、キャッシュの人で ね、 その連れてってくれた人がね、なんかそういう話は放送できへんか、あんまり喋られへんのよな。なるほど、放送ギリギリのラインでお願いします。ギリギリで、うん、なんかねそういうお店ありますね。ある、まあでもありますよね、麻布、うん、あたりだときっと。でも私そういうの、でも変な食べ物じゃないですけど、うん、思い出、食べ物の思い出としたら、うんうん、それこそそういう値段の書いてないお寿司屋さんってあるじゃないですか。それ行ったことある俺。あります。いや俺払うわけないけどな。なるほど、メッサさんが払うわけじゃない。そうそう、値段の書いてないお寿司屋さんに、うん、ちっちゃい頃におじいちゃんが、うん、まだうちなんだ生きてた頃に、うん、私がカニがすごい好きなんですけど、そのカニ好きなのを、私がカニ好きなのを知ってから、うん、よし、あや、カニを食いに行こうって、うん、どこ連れてってくれたと思います。どこ。北海道です。東京から。はい、でも突然そのカニだけのために北海道の旅行をいつの間にか企て、うん、で北海道のその値段の書いてない、うん、もう一
一組二組ぐらいしか入れないようなお寿司屋さん連れてってくれて、いやいやなまあでも子供だったんで、あもう子供で、そうそう、その時まだ私小学校とかだったんですよ、うんうん、ただ無邪気にカニが出てくるみたいな、うん、全然ありがたみないよね。そうだからすごいただ単純に美味しくいただいて帰ったんですけど、うんうん、よくよく今考えたらあそこの寿司屋さんそういえば値段書いてなかったなと思って、いや値段書いてないよりも、うん、その泊まりがけでしょ、はい、それを計画してくれてすごいな。そうなんです、だからちっちゃい頃おじいちゃんが結構あのファンキーな人だったんで、ファンキーすぎるやつ、そうなんですよ、いやファンキーなんです、普段もちょっとファンキーで、うんうん、であのなんかあの土日週末のお休みあるじゃないですか、うん、でなんかいきなり週末の朝に、うん、あのうちの母親に電話、まあ、離れて住んでた、うんうん、まあ近いんですけど離れて住んでたんで、うん、で母親に電話がかかってきて、うん、トウモロコシ食いに行くぞって、うん、でだから集合しようみたいな、うん、出かけよう、うん、で集合して出かけるじゃないですか、うん、どこ行ったと思います、どこ、富士山、なえ富士山にトウモロコシあるか、富士山の5合目のトウモロコシが美味しいんだって言って富士山まで、なんでそんな美味しいネタを今まで隠しとってよなんかたまたまタイミングがあまりなかったんで、たまたま今食べ物ネタになったからあっと思って思い出したんですけど、すごいわそれ、そうなんですよ、うちのおじいちゃん結構あのいろいろファンキーなネタをお持ちとか私に残してくれて、ファンキーやね、そうなんですよ、もうおじいちゃん大好きだったんですけど、いやもういやそれは好きになるわそうなんですよね、ちょっと面白いネタ、え、こう面白いネタだったんですね、おじいちゃんネタ面白いなの、おじいちゃんの写真ある、ありますよ、後で送って、うん、それ SNS 載せてるのあるから、ね、後でちょっと送りますわ、うん、いやそう、ね、おじいちゃんで、でもなんかいろんなおじいちゃんのファンキーネタまだあるんですよ、お、何、ここ出していいですか、うん、なんかうちのおじいちゃんディズニーランドが大好きだったんですよ、うん、当時、うん、あ、当時っていうか、なんか昔から、うん、でちっちゃい頃私が生まれて、うん、生後2ヶ月ぐらいの時から、うん、毎月のようにディズニーランドに連れてってくれてたんですよ、うん、でも私記憶がないんですけどあの赤ん坊の時の記憶はないんですけどそう、うん、大人なんか物心ついた頃に、うん、その写真、うん、もうほんと生後2ヶ月の赤ん坊の状態でミッキーと写ってるのとかがあって、おじいちゃんが抱っこしてね、でディズニーランドのその月、うん、その生後2ヶ月ぐらいから結構よく連れてってくれていたのが写真が残ってて、まあ、もちろん物心ついてからも、うん、もう毎シーズンのように連れてってくれたんですよ、うん、であのまあ、それは普通にね、うん、普通のおじいちゃんおばあちゃんだったらやりうることじゃないですか、うん、孫が好きだからって連れてってくれるって、うん、でなんか何を思ったのか、そのある日週末おじいちゃんおばあちゃん家に、うん、あの遊びに行く予定があって遊びに行ってた時に、うん、泊まり行ったんですよね、でお泊まりして翌日の朝、うん、なんか朝早い国に宅配便屋さんが来たんですよ、うん、でおばあちゃんが出てそれにくっついて、うん、わーいってこうなんか来たってついてったんですよ、うんうんうん、そしたら玄関開けたところに、うん、玄関に入らないサイズの段ボールが置いてあるんですよ、うん、もう本当になんか背180センチ以上みたいなその答えを言って今日は終わるか、はい、で玄関開けてそのでっかい段ボールあって、うん、えみたいな、うん、おばあちゃんも、うん、え何これみたいな、うん、状態なんですよ、もうみんな目が点みたいな、うん、とりあえずあの玄関入らないんでこちらで開けますかみたいな高い便屋さんでも外で開けて、うん、開けたら中に、うん、もう超巨大ミッキーもうすっごいサイズですよ、うん、もうなんか顔の直径が多分80センチぐらいあるんじゃないかなみたいな、だから玄関はもう開けないと入んなかったんで、うんうん、だから玄関の前で開けて、うん、晴れててよかったですよで中入れてこれ放送したらということでありがとうございました